グランパスモノマネ2020点を入れた後の前田直樹選手。疲れ始めた時にマテウス選手がやること。スーパーゴールを決めた後の吉田豊選手。2、3歩動くだけで相手のパスの目を摘む阿部選手。サイドに出すと見せかけて中谷選手に出す丸山選手。納得いっていない金崎選手。攻められてる時のランゲラック選手のよく言う掛け声。 No one! No one! Up! Up! No one! No up! Up! ファールを受けた後のキックをランゲラック選手に任せるまでの宮原選手の流れ。相手がくさびを入れた時のトラップを狙う中谷選手。サイドでターンして倒される前田選手。稲垣選手の嘘でしょ、ファールじゃないよという動き。左足でのシュートの時に一瞬だけ時間が止まったように見える阿部選手。トラップミスが結果チャンスになる相馬選手。はい、マテウス選手からほとんどボールが出ないと分かっていながらもしっかりとおとりの動きをする吉田豊選手。10回中9回は吉田選手を使わないマテウス選手。シュートを外した後の山崎選手の表情。ポストプレーで名古屋の攻撃を支える金崎夢選手。右サイドでボールを受けた時の成瀬選手とオ・ジェソク選手の違い。ゴールキックで5回中4回は結局前に行けるランゲラック選手。前田直樹選手が今年の目標は2桁得点ですかと言われた時の必ず言うこと。まあ僕はいつも言ってるんですけど、2桁得点とかそういう目標は掲げるタイプではなくて、まずは1試合、次の試合に向けて頑張りたいなと思います。ファールを受けた時の金崎選手の納得のいっていない表情。はい、クロスが合わなかった時の前田選手の悔しがり方。蹴ってたよと審判にアピールをする際にイニエスタ選手だったので、ちょっと嬉しそうな笑みを浮かべる中谷選手。レフェリーに大事な異議を唱える米本選手。ラフリーちゃんと見てよ、アフターじゃん、イエローイエローレッドじゃん、あれもやりにいってるよ、レフリー
フリーキックを蹴るときと蹴らないときの違いが分かりやすいマテウス選手。蹴るとき、蹴らないとき、ふてぶてしい石田選手。触ってないようアピールをするも、でも実際は触っていたりする吉田優太選手。ジョアン・シュミッチ選手のパスカットされた後の戻り方。ボールに間に合わなかった時のオ・ジェソク選手。稲垣選手の献身的な動き。米本選手の場合、若干やりに来た若手にその後やりに行く丸山選手。スタメン復帰おめでとうございます宮原選手。相馬選手に一言言う中谷選手。相馬やりきれ相馬。交代したばかりで相手にチェックしていくときにほぼ突進に近い相馬選手。幼少期もしくは滝川第二の教えを忠実に今も守る金崎選手。センタリングに対してのランゲラック選手のパンチング。ノーファウルノーファウル。コーナー付近での小刻みな前田選手のテクニック。